こんにちは。サンロッカーズ渋谷背番号9番レオです。自然和歌山10番元気です。よろしくお願いします。自然会のチャオがサンロッカーズ10番元気です。今日はプロが教えるドライブのコツ講座。よろしくお願いします。ドライブといえばベンドラメさんということなので一旦映像を見ていきましょう。ゴー。再生。はいはいはい。あ、好きだねこれ。うわ、上手。誰これ。強い。頭ポンしてるよ俺のこと。確かにこれ好きだね、このスネークの動き。はいはいはい。やっぱ切り返し大事だね。でも普通のステップでブロックされないのがすごいわこれ。体当ててるもん多分。一緒に流れていくからされないんじゃん。知らないタイミング。いや、うんまうんま。誰これ。見てなかったよ。えもらう。これは緩急だ。完全緩急で抜きましたってこと。こんな上手い子見たことないよ。緩急で抜いて、このボールの位置が大事で、ね、解説するやん。叩かれないように上に上げてたから。誰マックマック髪どうした。あーね、はいはいはい。まあ、これも、ね、ようブロックされないね。ワンステップでかわしてるから、ね、確かに。足は左手のシュートなん、あ、じゃあ足は右手のシュートだけど左手で打ってるね。うん、まほら、いやーらしい。ハレンチ左で飛んでる人だった。これは秋田戦の、これはね、まあ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 、体当てながら、体当てながら、ボール前に出してる。取られないように。うまい。おう、うまい。うまいしか言ってねえじゃん。いやー、こんな素晴らしいドライブする人見たことないですよ。車の運転は下手なんですけどね。下手じゃねえよ別に。一緒にドライブするんですか。バスケットの話ですか。いや、車の話です。車の話です。まあ、たまに横に乗ったりはします。その時はなんかそういう運転ねって感じ。俺が彼女だったら休む。ああ、荒いんですか。荒いとかじゃないです。この運転は嫌だなっていう。ということで何個か質問したいと思います。まずはバッティングの時の腰回りの、はい、しつこい。ずっと野球のことばっかり。じゃあまず一つ目、ドライブのコツ、はい、意識してることありますか。やっぱり相手が2メートルの選手とかばっかりなんで、自分のドライブするスペースと相手との距離っていうのを意識してドライブすることが多いです。動きながら教えるというと、彼が2メートルの選手ですね。ドライブした時にまずスペースを確認する。そこに自分のドライブのスペースがあるなと思ったら、逆に1回相手を揺さぶっといて大きく引いてここでアタック。彼が2メートルなんで、やっぱり普通に行ったらブロックされると思うんで、ここで切り返した時に体を寄せます。その時に体を寄せてレイアップに。2個目、緩急っていうのは 100% 動くと緩める時とのギャップを作るっていう意味で、そう、これドライブしてきて一回止まってレイアップに。これが緩急。 100% 面白いことやってても面白くないわけよ。50% の笑いを混ぜながら 100% の笑いを入れるといいってこと。ってことでしょ。違います。ほぼ正解。こうやってやっぱずっと行く行くってなると相手も構えちゃうから、ここで一回やめる。なるほどね。これが緩急。次、じゃあポイントじゃないけど、2メートルとかいんのにどうやって得点するの。なんかあるの、技コツ。やっぱりさっきの体を寄せるのもそうやし、緩急をつけるのもそうやし、さすがに 2m の選手が飛んできたら怖いは怖いけど、飛んでくるってことはその選手が守っていた味方の大きい選手がノーマークなので、そこにちゃんとボールを落とせるように意識すればディフェンスも守りにくくなると思うんで、まず前を向いて自分はボール点数取りに行って、そこにディフェンスが反応してきてくれたら次はパス。そうやってれば自分のドライブに自信もつくし、怖くなくなるんじゃなかろうか。それは究極のドライブの方法を教えてあげる。圧倒的な筋力をつけろ。誰も触れられないスピードを身につけろ。
アイシールド21のセナが言ってた。怖いか、セナです、それは。スピードを極めるためのトレーニングってあったりするんですか？それは、柔軟になりなさい。あ、今聞いてるよ、子供たちが。ビッグマンにこう体を寄せる時の練習方法として、横並びになって取った瞬間にドライブして、いや行く、これが一つ練習方法として良いと思います。ドライブのコツとして、195のディエスがいます。左にドライブしたいってなった時に、まず正面にいるだけだったらスペースもないし、ドライブしていきんけん、まず行きたい方向と逆に相手を移動させる。だから行きたい方向が左にあったら右に揺さぶってドライブをするとか、これも一つドライブのコツとしてはいいかもしれないですね。だから抜く時に相手のここの足、自分の内側の足、相手の外側の足を並べて、ここで一番近い距離でドライブする。ここでせっかく相手を横にずらしてドライブコースができたのに、足を外に出しすぎると相手のスペースができて追いつかれるけん、なるべく相手を揺さぶったら近い距離をドライブしていく。大回りしちゃうとディフェンスはリングを守ってるんで、なるべく近い距離を速いスピードで。ドライブのコツ3、止められることも想定しろ。あ、こいつ右行くやんと思わせる。まず止められる。急にちゃんとしたこと言い始めた。わざと止めさせる、もしくは止められることを想定しとく。バカ正直に行くな。でも究極はバカ正直に行っても止められないドライブ。でも全部が全部行けるわけがない。ということは止められることを想定したドライブ。もう違う。ここまでドライブのコツをいろいろ聞きましたけども、マル秘情報知りたい。ここで全員にやめとくか。そうです、中止で。じゃあ一つだけ、大きい選手がドライブで守ってきた時にタイミングをずらす。ドライブした時にジャンプのリズムを変えるためにワンステップです。2歩で正直にいっちゃうとブロックされるけど、そこで相手が飛ぶ前にも飛んで出してしまう。こっちがステップ踏んでる間にもう飛んでるもん。これは小さい選手でもタイミングをずらせばレイアップに行く。ドライブで相手に勝つ一つの手段じゃないか。マルヒ。はい、今日はドライブの練習方法とお伝えしました。ありがとうございます。これをね、ちゃんと練習して自分のバスケットに活かしてください。使ってみてください。はい、ポン。マルヒ。ぜひこのサンロッカーズ渋谷の YouTube チャンネル、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。僕のサブチャンネル智弁和歌山高校大好きクラブもぜひ登録お願いします。ではまた来週。来週なの？